豊臣秀頼、豊臣秀頼、豊臣秀頼、豊臣の秀頼は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけての大名。太公、豊臣秀吉の三男。秀吉の側室であった茶々、淀殿の第二子。子は、側室、脇の方、名は、一茶。渡辺氏との間に国松と、小石の方、お岩の方。成田氏との間に、天州に。 彼女の聖母については、遺説がある。遺械は、聖位、官職は、右大臣。幼名は、広い丸。なお、豊富とは、名字ではなく、本聖である。乳母は、宮内教局、右京大部局、一説に、両者は、同一人物とも、小英二が伝わる。また、与土原の乳母である、大倉教局も、養育係を務めた。文禄二年。 1593年、秀吉57歳の時の子で、大阪城で誕生した。子供の健康な成長を願う、当時の祈願として、一旦捨てた形にして、家臣の松浦重政が拾い上げた。誕生した時にはすでに、いとこの秀次が秀吉の養子師として、関白を譲られ、秀吉の後継者となっていた。秀吉は、当初は、 秀次と秀頼の関係を調整するため、秀頼誕生の2ヶ月後の10月には、秀頼と秀次の娘、金姫とも呼ばれるが不詳を婚約させ、秀吉から秀次、秀頼へという政権継承を模索したが、秀吉は、文読4年、1595年7月には、秀次の関白色を奪い、ついで自陣させた。秀次の死女や、最小もほぼ皆殺しとなり、 秀頼の秀吉の軽視としての地位が確定した。秀吉はこの時、秀頼に忠誠を制約する起承文を作成し、多数の大名たちに欠版署名させている。伏見城が建設され、秀吉が居城を移すと、秀頼もこれに従って以後ここに住んだ。文禄五年、1596年5月13日、秀頼は初めて上落して、豊臣屋村。 藤吉郎秀頼と称す大田牛一九憩。秀吉は、それまで、個人的な独裁体制の色彩が強かった、豊臣政権に、大きて、大きて追加などの基本法や御退労、御奉行などの職制を導入して、秀頼を補佐する体制を整えた。慶長3年、1598年8月に、秀吉が死去すると、秀頼は家督を継ぎ、 秀吉の異名により大阪城に移った。秀吉死後には五大老の徳川家康が重心合議制の原則を逸脱して影響力を強め、政権内の対立も深まっていった。五大老の前田利家の死去、七章襲撃事件に伴う五舞踊、石田三成の失脚などで、政局の主導権は家康の手に握られてゆく。慶長五年、1600年に、 三成らが家康に対して挙兵して、関ヶ原の戦いが勃発すると、西軍の総大将として擁立された五大老の一人、毛利照元の日護下に秀頼は置かれた。関ヶ原では、秀頼の親衛隊である七手組の一部が、西軍に参加したが、東西両軍とも、秀頼公のための戦いを大義としており、戦後に秀頼は家康を中義者としてねぎらった。 ところが家康はご大老筆頭の立場を利用し、その戦後処理において橋は宗家の所領、いわゆる太鼓造入地を勝手に分配し、日本全国に分散して配置されていた約220万国の、うち、諸大名に管理を任せていた分を奪われて、秀頼は、摂津、河内、泉の直轄地のみを治療する。 約65万国の一大名の立場に転落した関ヶ原の戦いの戦後処理を参照。ただ、近年の研究により、西日本を中心とした大名への干渉を行ったり、倉入地からは依然として収入があったりした形跡があったことが判明している。慶長8年1603年2月、家康は鎌倉幕府や室町幕府の最高権力者の地位を、 象徴する正意大将軍の官職を獲得。諸大名を動員して、江戸城の不信、天下不信を行わせ、独自の政権、江戸幕府構築を始め、秀頼は次第に天下人の座から外されてゆくことになる。しかし、この江戸城の不信に関しても、秀頼の直進が武行として指揮しており、一定の影響力を保っていた。同年7月、秀頼は、 生前の秀吉の計らいで婚約していた徳川秀忠の娘、千姫、母はヨドデの妹であるおうと結婚した。その後も摂棺家の価格に沿った順調内会や官職の昇進を遂げた。毎年の年頭には大落家が大阪城に退去下校して、秀頼に参加しており、また家臣に対して独自の簡易助人権を行使するなど、朝廷からは、 秀吉生前と同様の礼遇を受けていた。武家の世界においても、秀頼家臣は、陪身ではなく、徳川将軍家時期さんと同等に書類に記載されるなど、秀頼はなお、徳川家と一定の対等性を維持している。この時期を日本に二つの政権が並存した、二重抗議体制、と評価する、笠谷和彦の説もあるが、これを批判、否定、疑問視する説は多い。 これにつき、慶長十一年、1606年の江戸城武神に、際して、秀頼の家臣、大阪州である、水原義勝、伏屋上元の両名が、不死武行として参加しており、この両名と徳川方武神武行五名とが連名で、もう年家にして、石船の教室を命じた、伝書上の存在が、明らかにされている。慶長十年、1605年四月、 秀頼が、右大臣に昇進した機会に、家康は、秀頼の上落と京都での会見を希望するが、淀殿の反対で実現しなかった。これに対し家康は、六尾の松平忠だてるを、大阪城に派遣して、秀頼に面会させている。慶長12年、1607年1月11日、秀頼は、右大臣を辞している。慶長16年、 1611年3月、家康の計らいで、御用税天皇が、御水野を天皇に上位すると、ついに秀頼は、千姫の祖父に挨拶するという名目で、加藤清正や朝の義長に守られつつ上落し、京都に上場で家康と会見した。この会見の意義については、秀頼の家康への心中を意味すると見る説と、引き続き、 秀頼が家康との対等性を維持したと見る説とがあり、主家の間でも見解が分かれている。朝廷では誕生以来、秀頼を石家と与富家の後継者として見なしていた。これは、石ヶ原後に家康に権力が移っても関白になりうる存在として、朝廷内での位置づけは変わらず、慶長末年に秀頼が国家鎮護のために、 奉公寺の大仏を再建した際にも、供養会に、町議を挙行し、文書を整えるなど、朝廷は、秀頼のために機能した。豊臣家は、幕府からは後設計と、同じく公家として扱われた。家康も、将来の秀頼の扱いについては、迷いがあったとされているが、最終的には、慶長19年、1614年に起こった。 方向寺証明事件を口実に秀頼と決裂し、大阪冬の陣が勃発する。秀頼は、福島正則、加藤義明など、豊臣温子の大名に劇を飛ばしたが、大名で大阪方に参じたものはなく、生息が、大阪の倉屋敷にあった米の摂取を黙認した、程度にとどまった。一方、大阪城には、真田信繁、後藤元治、長祖壁森近、 毛利勝永、が、赤島正則など、関ヶ原の戦いで改役された元大名や主家が、西軍に組みして改役されて浪人していた数万の武士が入場した。浪人衆は、非常に指揮をせでは、あ、物の寄せ集めで統制が取りにくく、しかも浪人衆と、王の春長や淀伝らが対立し、最後まで相違は解けなかった。例えば、真田の武家などが、京都進撃を唱えても、 大野春長などが眼強に反対し、大阪城を牢城に決するということもあった。所詮では、木塚川口、幕露口などの大阪城の周辺の砦が攻略され、残りの砦も放棄して、大阪城に撤収、野田、福島の水上戦でも敗れる。ただ、今福や四季野の戦いでも敗れてはいるが、佐竹義信軍を一時追い詰める抵抗を見せたため、大阪方強と周知される。 大阪城での戦闘では浪人衆の活躍や大阪城の防御力により幕府軍は苦戦、城内に攻めいろうにも撃退ばかりされ特に真田丸の戦いでは幕府法が手ひどい損害を受けるそこで幕府軍は城内に心理的圧力をかけるべく昼夜を問わず砲撃を加えた本丸まで飛来した一発の砲弾は淀殿の居室に着弾し 次女の体を粉砕し、ヨドデンを震え上がらせたという。ヨドデンが和議に賛成した理由は、このためだとの説もある。やがて大阪方幕府軍双方の食料弾薬がつき始め、家康は和議を提案。秀頼は当初、和議に反対したと言われているが、ヨドデンの主張などによって和議が実現した。和議は。 大阪城の堀の破却を条件として結ばれた。大阪方が和議の条件を履行しなかったため、幕府は自ら工事を進めて堀を埋めただけでなく、城郭の一部も破壊した。大阪方はこれに抗議するが、幕府は本丸を残し堀を埋め尽くした。従来は、堀を埋めたことと城郭の一部の破壊については、外周の外堀だけを埋める約束であったものを、幕府方は、僧の文字を、 すべての意味に曲解し、強行的に内堀まで埋め立てるという卑劣な手段を使ったとされてきた。この逸話は広大に記された書物にしか記されておらず、当時の第一次資料の中には確認できないものである。さらに、この工事に関係した、伊達政宗、細川忠都白書大名の往復書状などを見ても、埋め立て工事をめぐり、大阪方との間で何らかの揉め事が、 発生しているような形跡を認めることができない子から、総家前の周囲をめぐる外堀のみならず、二の丸と三の丸を埋め立て、これらの地をい大らするという件は、大阪方も納得していた、幕府と大阪法との当初からの合意に基づくもので、あったとことる。翌慶長20年、1615年、大阪方は浪人の総追法や、国替、え、大阪城大況を拒否し、 堀を掘り返し始めた。このため、家康は、和議が破られたとして、戦争の再開を宣言し、大阪夏の陣が勃発する。王の春草が軍勢を引き、大和郡山に出撃し、制圧、略奪して帰還する。大阪方は、反乱から北上してくる幕府の軍を、数で劣る自軍でも撃退できるよう狭い地域で、迎え撃つべく。 主力軍が、矢尾方面に進軍。矢尾、和歌え、道明寺で戦い、長宗壁森地下が、東道高虎勢を壊滅させた。ただ奮戦した、木村重成、後藤元寺が内滅に、撤退を余儀なくされる。また、紀州の一期勢と共に、浅野長明を撃つべく王の春夫皿が出撃するも、カシーの戦いで先陣の花輪直おが、浅野軍に敗れ、本体が到着した時には、 朝の勢は、紀州に撤退済みだったことにより起乗。敗戦続きで兵力が疲弊した大阪方は、家康、秀忠富が大阪に布陣したところに決戦を挑む。天皇寺、岡山の戦いである。真田信繁は、豊臣軍の士気を高めるために、秀頼が前線に出馬することを望んが、実現しなかった。 ヨドデンが、我が子可愛さに眼鏡に首を縦に振らなかったためという。岡山口方面では、王の春草率いる軍勢が秀忠の本陣まで、迫るが、体制を立て直した幕府の大軍の前に撤退を、余儀なくされる。天皇寺方面には、真田信繁、毛利勝ながらが夫人。信繁は、日本一の強者と、敵味方双方から称賛されるほどの功勢をかけ、 家康の本人に近づいて、数度にわたる突撃を観行した。一時は家康に自陣を覚悟させるほどにまでに、追い詰めたが、ついに及ばず、信茂は退却中に討ち死に。他の大阪法の部隊も次々と壊滅していった。大阪法を押し返した幕府軍は、大阪城内に入城した。木内の老人たちまでが裏切って、略奪を始める中、秀頼親子は、 天守閣に登って自害しようとするも、家臣に止められる。やがて天守閣が炎上し、秀頼星は山里丸に逃れるもそこも、徳川軍に包囲された。王の春長は、千姫の身柄と引き換えに秀頼の除名を嘆願したと、言うが、家康の入れるところとならず、秀頼は、淀ドや王の春永らと共に自害した、去年二十三、万二十一歳没と伝えられている。 男子の国松は逃亡したものの結局、捕らえられて殺害された。娘の天衆には、千姫の働きかけもあり、仏門に入ることを条件に除名された。また、玄禄諸島に八十歳で没した旧家は、臨終の際に、自分は、大阪楽上寺に三歳だった、秀頼の次男だと語ったという、浄土本町高僧伝。旧家の語ったことが事実なら、 秀吉の血筋が途絶えたのは、天州にの死去した昭法元年1645年ではなく、旧正人の死去した元禄元年1688年ということになる。墓所は京都市東山区の妖元院ほか。また、大阪市中央区の豊か国神社は、父の秀吉や叔父の秀長と共に、秀よりも祭人としている。昭和55年。 1980年、大阪城3の丸跡の発掘調査で、人一人の頭蓋骨と別に首のない二人の骨、馬伊頭の頭の骨が発見された。骨は人為的に埋葬されたものとみられ、頭蓋骨は20代男性のもので顎に解釈されたと見られる傷や、左耳に障害があった可能性が確認され、年齢や骨から類推する体格から秀よりのものでは、 ないかと推測された。骨は、昭和58年、1983年、京都の清涼寺に埋葬された。平成23年、2011年10月13日、大阪城三の丸に位置する、大阪城鎮守社である、玉造稲荷神社に秀頼の銅像が建立された。なお、押し工事家文書によれば、下記のごとき左大臣の辞令、戦時が現存する。 右大臣、豊か新阿孫。大阪が落城した際、秀頼たちが絶命する瞬間を目撃した者がおらず、死体も発見されなかったことから、生存説がある。日本電気伝説大辞典の星の肖像による、豊臣秀頼の功などで一家の党を記述されているが、どれも伝説的な逸話である。従来、豊臣秀頼の研究は低調であり、平成4年、 1992年、井上康代が、豊臣秀より、俗文書類従官正会、1992年を、刊行した程度であった。しかし、平成24年、2012年、服部秀夫が、変わらぬ者、否認、秀吉で、豊臣秀より秘実施設を唱えたことをきっかけに、平成26年、2014年、福田千鶴が、豊臣秀よりを刊行。 服部トリ説に対し反論を行うなど、一時資料に基づく実証的研究が実施され始めた。秀吉の肘施設は、文禄の役、朝鮮出兵に、秀吉が暴殺され、主として、非前名古屋城に滞在していた時期と与ド伝の解任が重なっていることや、性質、高台院の他に相性を多数抱えた。秀吉のことれるのが秀頼と要請した兄、 鶴松しかいないことから推測されている。ルイス・フロイスも、秀吉に、小種がないという憶測が、当時すでに強かったことを記している。磯田同士は、吉田金美の日記、金美狂気の文録2年、1593年10月20日に、秀吉の西国在人中の、女中方の儀で、中村昭衛門らが成敗、処刑され、秀頼を拾い上げた。 松浦重政が歓喜をこむったという記述が、秀頼の出生を疑った秀吉による承知である、可能性を指摘している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。